若い人と企業を元気にする仕事っていうのがめちゃめちゃ社会貢献性が高いじゃないかと、実務を通じてこう強烈な気づき学びを得ましたですね、はい、熱いですね運命の男かつ熱苦しい男たちが同じ課題感を新卒採用市場に感じて立ち上げたということ、はい、そうですね。ちょっと攻撃的な文言で言うと、破壊と創造したかった。はい、ビジネスオタクチャンネル、今回はリアライブ鶴野さんに来てもらいました。ありがとうございます。リアライブ鶴野です、よろしくお願いします。はい、で実はリアライブさんはジョブトラを今年間400回開催されていて、はい、成長意欲の高い学生が集まる新卒採用の就活イベントを、日本一、開催されているというめちゃくちゃすごい会社でございます。で実は、ウィリゲートも新卒採用で、お世話になっておりまして、はい、また後で話しますが、めちゃくちゃ、素敵な子が、採用できたり、しておりますので、今日はですねジョブトラについてや新卒採用周りで、鶴野さんに根掘り葉掘り、聞いていけたらなというふうに思っております。はい、鶴野さん今日はよろしくお願いします。まず最初に、鶴野さん、ご自身のキャリア含め自己紹介、はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして株式会社リアライブ鶴野と申します。今、50になったんですけど、32までリクルートにおりました。でそこでジョブカフェ事業っていう事業にこう、立ち上げに携わらせていただいたのが、はい、私にとってはこう人生の大きな転機で、はい、ジョブカフェってご存知ですか？いや、ジョブカフェすいません、意外に存じ上げないです。はい、はい、今全国47都道府県にある、はい、平たく言うと若者向けのハローワークみたいな施設があるんですよ。はい、プロ のキャリアカウンセラーが常駐でいて、はいはい、若者向けにキャリアカウンセリングしてくれたりとか、はい、あとは無料でコーヒー飲めたりとか、はい、あと無料で適職診断受けられたりとか、はい、うん、若者向け その就業支援 、はい、公共の場があるんですけど、その立ち上げは民間が入ったんですよ、人材会社が。でそこの立ち上げを携われていただいて、若い人と企業を元気にする仕事っていうのがめちゃめちゃ社会貢献性が高いじゃないかということに、実務を通じてこう強烈な気づき学びを得ましたですね、はい、熱いですねで単純な男なので、はい、うわこれちょっと仕事にしようというふうにもうここに誓ってしまったのが20代の終わりぐらいでした。はい、でそこから何せ超わがまま人材っていうところも相まって会社が飛び出しまして、で2012年の4月に当時の代表の柳田っていうのが2人で、リアライブを立ち上げまして、はい、新卒採用の支援事業ですねを立ち上げまして、で今おかげさまで会社は13期目を経営しております。でちなみにどういった経緯でこう柳田さんと一緒にこうなんかリアライブを立ち上げていくみたいなことになられたんですか？はい、そうですね、私がその32歳でリクルートを卒業しまして、はい、でその後入った会社に新卒入社1年目で柳田翔志くんがいたんですよ。あ、そうなんですね。はい、じゃあ例えばあれですね、トゥモローゲートの西崎さんとかいらっしゃる例のあの会社なんですね。そうですね、西崎さんともよくお仕事にさせてもらったんですけども、はいはい、で一番最初に飲みに誘ってくれたのが柳田だったんですよね。辻さん飲みに行きましょうみたいな感じで。あ、そうですね。でその後部署は違ったんですけれども、同じお客様の採用の支援とかさせてもらったりとか、はい、で2人ともその会社を、卒業してからもなんか飲みた友達だったんですよね。はい、で2人ともこうワーカホリックな男同士だったんで、はいはい、飲むたびごとに新卒の市場におけるこう問題の話になるわけですね。熱苦しい話になるわけですけど、はい、なんか問題のこう目の付けどころがなんかことごとく一緒だったなと思って、素敵です。で2人でこう立ち上げようっていうふうに決めたのが2011年の9月ですね。はい、で今13期目という形ですね。はい、運命の出会いを、はい、運命の男かつ熱苦しい男たちが同じ課題感を新卒採用市場に感じて立ち上げたということ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ改めてリアライブさんの事業内容もお伺いできますでしょうか？はい、はい、まず、事業モデルよりも先に理念を決めた、はい、ですけれども、入社3年後のミスマッチをなくすというのが弊社の理念であり、信念でございまして、はい、でその理念の体現のためにやっているサービスで代表的なものがジョブトラっていうですね、はい、学生さん50名ぐらい、あと企業さん7社、とのスカウトイベントですね、はい、出会いの場ですね、小規模のこうマッチングイベントを、全国展開しておりまして、今全国8大都市でやってますけれども、トータルで、見ますと400回再び今超えていると、26卒向け、いや、400回再を超える予定というところですね。はい、やっぱり特徴的なのが、当日ビジネスゲームをいきなり何の前触れもなしに学生さんにやってもらってるんですよ。はい、で彼らに職歴はありませんから、学生さんにとってそのビジネスシミュレーションゲームっていうのが対策できない課題になるんですよね。確かに、はい、じゃあもう取り繕えないというか、そうです、準備できないんで、準備できないです、もうありのままの自分が出てしまうと、そうです、ことなんですね。はい、その行動を、企業さんにその評価してもらって、はい、君ここいいねとか、君ここ課題じゃないみたいなものをズバズバとこう学生さんにフィードバックしてもらうことによって、しっかりと測っていってもらおうと、はいはい、そういう、世界観を作り上げます。うん、ちなみになんかゲームはなんか どういうようなものをやられることが多いですか？はい、さまざまな種類を今用意して、そうですよね、毎回同じだったらなんか対策されちゃいますもんねそうなんですよね、はい、同じゲームはもうリピート禁止に学生さんに対してはしてますけれども、はいはい、本当にもう10種類ぐらい今までやってきてるのは超えてますけれども、はい、例えばですけれども14業界、はい、うん、の会社の契約を14チームとか15チームとか12チームで担ってもらって、はい、で利益を競い合う、
めちゃくちゃ面白いですね、はい、1980年代から2000年代までの日本経済30年間を舞台に、はい、売上を競うと利益を競うとでいろんな、まあ、大波小波が訪れるじゃないですか、はいそれをこういかにやっぱり乗り越えて利益を、競い合うかその1位を競うそうい こうビジネスゲームをやったりとか、うん、あとはあの営業とは何たるかっていうところを、経験を通じて学べるです、ねはいそういう こうビジネスゲームだったりとか、はいはい、あの IT 業界の、お仕事内容ってなかなかやっぱり文系の学生さんにはちょっとこうイメージしにくい部分があったりすると思うんですけど、はい、その IT 業界での仕事って何なのかどういう こう、まあ、あの仕事特性行動特性が必要なのかみたいなところを体験を通じて学べるビジネスゲームとか、まあ、様々やってます。そうですね。でジョブトラの、まあ、ステークホルダーってなると、まあ、対学生さん側と、はい対、企業さん側あるんですけれども、なんか各々なんかこういう学生が多いとか、はい、なんかこんな企業さんが多いっていうのはどんな感じになってますか。まず学生さんの属性でいくと、はい、成長意欲の高い学生さん、成長意欲が高い、はい、あのビジネスゲームをやるっていうことは分かってるんですよ、はいでそのビジネスゲーム中の彼らの言動をプロの人事が当時評価しますと、はい、であのそこは分かってて学生さん来てるんですよね、はい、なのであのダメ出しもらうのが嫌な子、はい、失敗経験が嫌な子恐れる子っていうのは、うん、多分来ないです。確かにそうですね、はいなので挑みに行けるというか、はい、トライアウトですね。そうですね、まさに本当ジョブトライアウトなんですよね、はいはいトライアウトしに来るっていうところなので自分の強みも知りたいんでしょうしあとやっぱり課題も知りたいんでしょうしあと課題をこう克服したいっていう、はい、自己研鑽の目的もあってやっぱりそう来るっていうですね、今のままだと自分ダメだぞみたいな、でもどうしたらいいかわからないと、いうことでこう挑みに行くみたいな学生さんがめちゃくちゃいいですね、すごく多いですね。わざわざ対面型のイベントに来る学生さんですから、はいオンラインでも、あのさまざまなやっぱりイベントが今たくさんたくさん存在している中で、はい、わざわざ交通費かけて労力かけて時間かけてやっぱり来る学生さんなので、あのそういうやっぱり意識っていうのはやっぱ行動に現れますよね、はい、そういう学生さんが、まあ、あの含有率としては非常にやっぱり高いというところが、まあ、学生さんの属性としては大きな特徴ですね、はいはい、で特になんか理系文系とかはなんか割となんか世の中の分布通りっていう感じなんですか、はい文系8割理系2割ぐらいですかね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、で企業側でいくとなんかどういうような企業さんが多いんですか。やっぱりそういう学生さんと会いたい、はい、で採用したいんだけれどもなかなか就活生にはネームバリューがなかったりとか低かったりとかいうことで募集団形成にこう苦しんでらっしゃったりとか、はいなかなかやっぱりそのグリップ力というところにこう課題を感じてらっしゃる企業様があのご参加いただくケースがやっぱり多いですね。確かにそうですよね。やっぱり大手の媒体とかですと割と知名度が明確に会社の応募数みたいなところに出てしまうので、知名度はないけれども熱い思いを持ってたりとか、はい、うちは魅力的な人が集まってるみたいな会社さんは、はいもうジョブトラであのしっかりアピールしていくことによって素敵な、はい学生の方と出会うチャンスが増えると、まあ、そういうことですね。そうですね、はいはい、じゃあ改めて冒頭からも、はい、熱さをひしひしと感じてるんですけれどもなんかジョブトラ あの、はい、立ち上げ経緯みたいなところとかをぜひお伺いしたく思います、はい、ます。これあのジョブトラ立ち上げの背景イコールリアライブの立ち上げの背景と、まあ、ほぼイコールなんですけど、はい、とにかくやっぱりその新卒採用における、まあ、ミスマッチのない世界、入社後思ってたんとちゃうっていう、はい状態をやっぱり未然に防ぐっていうその世界観をやっぱり作りたかったんですよ、はい、なので学生さんにいきなりビジネスゲームをやってもらってるって背景はまさしくそこにあって、はい、正直あの面接編長の、はい新卒採用活動のあり方にすごく違和感感じてたんですね。自分が学生時代の時から、はいはい、もっと平たく言うと、はい、面接なんていくらでも嘘つけちゃうじゃんとか思ってたんですよ、はい、学生時代、はいあの企業の求める人物像とかこう丁寧にやっぱり書いてくださってるじゃないですか、はい、柿田さん、はいそれにもう無理やりにでも自分を合わせ込むことってできちゃうんですよ、はいはいはい、賢いことあればあるほど、はいでそれが本当か嘘かってなかなかやっぱり面接だけでは分かりにくい部分あると思っていて、はい、で面接を全否定するつもりはさらさらないんですけれども、はい、でもやっぱり対策できない課題をポンと学生さんに与えてあげてその対策できない課題に対してどういうこう言動の選択をするのか、はい、そこってやっぱり嘘つかないんですよね。営業経験全くない人、あの接客のアルバイトすらしたことがない学生さんが、はい、ビジネスゲームやらせてみたらまあものの見事にお互いの意味を考えて上手にこうニーズヒアリングを、はい、別に教えてもいないのにやってる人とかいるんですよ、はいはい、うわ営業センスめっちゃあるなとか見て取れるんですよ、はいそういうところをやっぱり、企業さんにこう見てもらうことによってひょっとすると学生さん本人すら気づいてらっしゃらないような彼らのこう潜在的な能力とか価値観っていうのをこう可視化して、はい、そこを企業さんに見てもらってで直接スカウトしてもらおうと、はい、君いいねとそういうやっぱりあの世界観を作り上げたくてちょっと攻撃的な文言で言うと破壊と創造したかった、はい、新卒採用市場にいるところが、まあ、大きな動機ですかね、はいはい、でその動機から、実際それが多分ジョブトラのプロダクトになんかこう落とし込まれていく中で、はい、なんかジョブトラのなんかコンセプトであったりとか、はい、なんかそれにかける思いみたいなのはどんな感じなんですか。今コンセプトは、はい、あの5年後の未来を今作るっていうようなあのコンセプトにしたためておりまして、はい、もうちょっと具体的に説明をすると、はい、大体今のやっぱりその就活生のスタートの就活のスタートの時期
って、まあ、3年生の春なんですよね、はい、で5年後って入社3年終わったぐらいなんですよね。そうですね、はいはい、でそこをゴールと設定してます。あ、入社じゃねえ、入社3年後だってことちょっと奥にしてる、ちょっと奥にしてますね、はいはい、なんでかっていうと、はい、なんか内定をゴールとしている就活支援系のサービスがあまりに多いことっていう、はい、だからこの国ってやっぱりいつになってもこうミスマッチが現じていかないというような強烈なやっぱり危機意識課題感がありまして、例えばそのエントリーシートの書き方とか、はい、有名企業の ES 通った人の内容全公開とか、はい、うん、あるいは面接のそのまあテクニックとか、はい、そういうこう就活テクニックに寄せたサービスがあまりに多いんです、はい、そうですね、うん、でもそれだとやっぱり先ほどお伝えしたような入社後思ってたんとちゃうっていうリアリティショックですよね、この壁にボーンとこうぶつかってしまって、はい、で優秀だったはずの若者が大した成果を上げずに短期間でその会社をこう辞めてってしまうと、はい、めちゃくちゃもったいないですね、もったいないですよね。本来のポテンシャルがすごくやっぱり高いはずなのに、はい、自分と会社が合わないっていう、はい、うん、状況に入社後気づいて、で成果を上げずにやっぱり辞めていく若者をたくさんやっぱり見てきちゃってですね、その状況をやっぱり打破したかったっていうところは大きいですよね、うん、いや本当そう思いますね。結構海外だと割と転職そのものも、はい、なんか人材の流動性も高いじゃないですか。そうですね、はい、で特に日本特有かどうかは分からないんですけど、なんか新卒で入ってすぐ辞めちゃうって、なんかこう根性が足りないんじゃない、うん、とか、はい、なんか我慢が足らないジョブホッパー気質があるんじゃないかとか、そういう風に見られるからなんか我慢しないといけないっていうのはすごいかわいそうですし、うんうん、辞めれない雰囲気すごいありますよね。ありますよね、はい、海外はやっぱりスキルフィットの採用がメインなので、はい、いいと思うんですよ、はい、流動性高くていいと思うんですけど、はい、日本でやっぱり世界的に見ると非常にこう稀有な全く職歴のない人をやっぱり採用して、はい、でその後入社してからめっこりこう育てるっていう、はい、うん、そこをやっぱりやってるじゃないですか。なので成果出せるようになるまでやっぱりある程度こう期間は必要なんですよね、はい、で先ほどもお伝えしましたけれども、成果を出せずにやっぱり新卒で入った会社辞めてしまうと、はい、その後の転職活動結構苦しむんですよね。そうですね、なんで人生のなんか、ね、一番最初のこのボタンからかけ違っちゃうんで、はい、なんか新卒採用でいい形でマッチングできないと、その後の人生で大きな影響を及ぼしてしまうんですよね。過去中途採用のエージェントの事業にも携わったことありますけども、はい、新卒で入った会社を3年未満で辞めてる人って応募資格がないっていう、そういう基準も結構あるんですよ、ひどいっすね、世の中には、それでやっぱり単純に機械損失になっちゃうじゃないですか、はい、求職者側としては、はい、だからその機械損失ってやっぱりあまりにももったいなさすぎるっていうところと、あと成果出せるようになると結構仕事って楽しくなりますね。自信つくし、お客さんのことも好きになるし、はい、自分のことも好きになるし、はい、そういう人生を歩むってやっぱすごく素敵なことだなと思ってて、はい、人生を豊かに、はい、するためのやっぱり予定だなと思って、はい、なので内定ゴールじゃなくて3年経った時に今の自分なんかいいな、成果出せてるし、うん、今の自分を、好きになれてるなとか、納得感を持って今の人生を自分でやっぱりセルフデザインしていけてるなみたいな、はい、そういう こう感覚を持てている、そういう若者をたくさんたくさんやっぱりその輩出したくて、まあ、ジョブトレやってますし、そういうコンセプトにしているっていうところですね。はい、じゃあ、改めてなんか日本の新卒採用市場の現状や課題とか、はい、なんかこういう構造だからちょっとミスマッチが生まれてしまってるんだみたいなところがあれば、ちょっとぜひ鶴野さんにお伺いしたいです。そうですね、はい、繰り返しになりますけども、はい、やっぱり面接偏重の新卒採用のあり方だとやっぱどうしてもこうミスマッチ、はい、リアリティショックがやっぱりなくならない、減っていかないっていうふうに思ってて、はい、でちょっととあるデータをご紹介したいんですけど、これパーソリーキャリアさんが出している、はい、データで、社会人10年目の人に取っているアンケート回答なんですけど、はい、就活後悔してますか結構おどろおどろしい質問に対しての回答で、これ見てください、はい、後悔していないっていう人って3割しかいないんですよね。やばいですね。やばいんですよ、はい、って思いません、はい、この悲しい数字、ほとんど後悔してるんですね。7割はその後悔しているか、はい、あるいはどちらとも言えないっていうのも、これも悲しいですよ ね、はいはい、そうですね。なんか自分の人生なのに他人事というか、はいはいはい、こういうやっぱりその悲しいデータがあって、はいはい、やっぱりこれその既存の新卒採用のあり方に問題点があると思ってて、はい、で就活時代の企業研究においてやっときゃよかったなっていうふうに後悔していることなんですかというふうに、はい、後悔してるランキングそうですね、人に聞いたところ、はいはい、第1位が入社後のその先のキャリアを見据えておけばよかったと、これが 32.1%、うん、要はその先を見据えてなかった、そうですね、先を見据えてないってことですね、はい、内定をゴールとしたこの国のやっぱりその新卒のあり方にこうハマっちゃった人の代表的な後悔かなと思って、はいはい、で第2位と第3位はもっとその視野を広げて就活しときゃよかったっていう後悔の念が見て取れるんですよね、はいはい、第2位がもっとたくさんの社会人の話を聞けばよかった 30.2% で、第3位が興味のない企業にも視野を広げて分析しておけばよかったと、はいはい、26.5%、はい、これあれですね、まさにジョブトラさん
んのためにあるような。そうです。はい。はい、なんで今日これランキングになったの。めちゃくちゃいいランキングです。ね、パソキャリアさんありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、同じ方向を向いて、はい、あの我々もやってます。確かにそうですね。やっぱりこれが学生の方がやっぱできてないっていうところなんですね。で、あのなんでやっぱりこういう状況に今のこうマーケットになってるのかなと思うと、はい、あの中学受験、高校受験、大学受験の延長線上に就職活動っていうのものをやっぱり捉えさせちゃってる、はい、大人たちがいかにこの国に悪いことかっていうような、はい、やっぱその問題意識を感じてまして、はい、受験ってやっぱり90点を95点にするよりも、はい、40点を70点にしていかないと志望校受かんなくなっちゃうじゃないですか。なので強みにフォーカス当てないんですよ、はい、日本の教育って。弱みをもうとにかく克服しなさいっていうことを学生のうちからもう散々やっぱり先生からやっぱ言われるわけですよ、ね、はい、学校の授業でも塾の授業でも。なのであの強み何って聞くと結構みんな言えないんですよね。二十歳超えてるのに、大学行ってるのに、うん、でも弱み何って聞くとわーって手が上がる、はい、その状況をやっぱり打破したいですよね。そうですね、はい、強みってあのそれぞれみんな持ってるん で、はい、でその強みを生かしてあの活躍できる環境でやっぱり身を置いてあの働いていくと生き若く働いて、はい、あの成果を出せるっていうそういう人材になっていけるんで、自分の人生をやっぱり豊かにしていける予定かなと思うんですよね。はい、強みをとにかくあの理解してほしくて、上等やってたりします。はい、実は私自身は高校卒業3日後でそのまま学生起業してるので、はい、就職活動、全くしてないんでちょっと就職活動の解像度ないんですけれども、はいはい、今子供が3人いるんで、はい、ちょっとこれを念頭に置いてちょっと子育てしていけたらなというのを、ぜひ。うちもあの小学校1年生、はい、の、 あの息子2人いまして、はい、でこの間あの小学校の先生面談に来たんですね、はい、でお宅の息子さんは大丈夫ですって言われたんですよ。いやすごいですね、はい、要は、はい、その学校の授業にちゃんとついていけてますよと、はい、落ちこぼれてませんよお宅の息子さんっていうことを多分言ってるんですよね、はい、親に対して、はい、ものすごい違和感です僕は。なんでその強みにフォーカス当てないの、はいはいはい、なんでそのネガティブなところに焦点当てるの、はい、小学校の先生が、はい、なんか日本の教育ってそうなんですよね、はい、そこをなんか偉そうなこと言っちゃって恐縮ですけど、はい、あのぶっ壊したいですね。はい、みんないいもの持ってるんで、ここじゃ、はい、それを壊すのがジョブトラだと。そうです、そうですね、はい、じゃあこの後ぜひお伺いしたいのが、はい、ジョブトラのここがすごいっていうところで、はい、ちょっと、企業側から見た際に、はい、ジョブトラのここがすごいんだぞみたいなところをお伺いしていけたらなと思ってまして、はいはい、まず一つ目としては何になりますでしょうか。まずあの今回の動画についていいねや感想をコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また X や Facebook で投稿してくださった方には私もいいねやリツイートなどリアクションさせていただきます。ビジネスオタクチャンネル、今スポンサー出演者を大募集しております。 B2B で認知を広げたい、お問い合わせにつなげたい方はぜひ出演の検討のほどよろしくお願いします。興味がある方は私の SNS までご連絡ください。